皆様こんにちは、ボンバーモーセ姫です。本日もご視聴いただきましてありがとうございます。はい、今日はブルネイ皇太子ご夫妻がと、まあ、ランチ会をした後かと思います。実際にブルネイ皇太子ご夫妻が天皇皇后両陛下のことをどう思ったのか、そしてキツネやナマズのことをどう思ったのか、はい、今日はタロットを2種類使って見ていきたいと思います。鈴で浄化していきます。さあ実際にねどうだったんでしょうか。はい、よいしょ。じゃあまずこちらが天皇皇后両陛下への気持ちです。さあブルネイ皇太子ご夫妻は、いいかな、うん、大丈夫かな、うん、はい、いいかと思います。じゃあ見ていきますね。さてファーストカードはカップの6のリバース。今回ラブ様は来てない、行ってないのかな。あー、うん、そっか、天あの太陽作でラブ様がね出たから行ってないのか。なんかねすごくラブ様に会いたかったって言ってる。子供のカードがリバースで出てるので、うん、こう会いたかったのに会えなかったっていう感じ、うん、それがまずすごく感じます。はい、そしてワンドのページリバース。あー、よっぽどラブ様のことを恋しがったのか、うん、会いたかったとか挨拶したかったとかコミュニケーションを取りたかったっていうのをすごく言われているようですよ。そして3枚目、おお、カップの9。もうあの天皇皇后両陛下とラブ様がいてくれたらもう私たちはもうこの3人で完璧だったみたいなことを言われてるので、今の段階ではこうもうね、あのキツネとナマズは全く入ってないですね。はい、そしてここじゃあ中間意識見ていきましょう。はい、おお、ストレングス。うん、とってもね堂々としていて美しかったとか、すごく自信に満ち溢れていた、うん、そういう風に出ていて、ここでカップの8が出ましたね、うん、なんか去るのがこうね、帰るのが、まあ、帰るっていうかこの昼食会が終わるのが非常に忍びなかったっていう感じかな。はい、そして死神のリバース。帰りたくなかったうん、これまあストレングス、まあこれ力、これうん、皇后様ともねもちろん思えるんだけど、天皇陛下、うん、まあこれお二人かな。そのすごくとても自信に満ち溢れた天皇皇后両陛下、本当にお二人ともとってもとっても素敵だったんだと思います。うん、すっごく自信に満ち溢れてるんだけれども、あのこう慈悲心というかそういうものがあって、なんか言葉で言うと、なんか恐れ多いみたいな感じが私は今回このカードから伝わってくるかな。そして、そしてその場をこう去りたくなかった、もっともっとこういたかったっていうふうなことを、このカードは伝えてくれてるような気がします、はい、そして深い本音です。ワンドの7リバース、ソードのエースリバース、ちょっと重なります、あの後でずらしますので。はい、そしてワンドの4リバースか。はい、
ここで、これ家族を表すカードなんですよね。で正位置だったらもうなんかほらみんな家族仲良しで幸せっていう意味なんだけど、今回はその家族がやっぱり欠けていたっていうふうに私は思います。このファーストカードと似たような感覚になるんだけれども、こうブルネイ皇太子ご夫妻はこう私たちが勇気を出してこうぜひラブ様も一緒にっていうことを言えばよかったっていう、そういう、後悔っていうわけではないんだけれども、もっと私たちが声を上げてよかったのかなみたいな、そういうことをねものすごくこう悔やまれてるような気がするんですね。なんかものすごく会いたかったみたいです。その完璧なこう家族ご家族の姿っていうのをこう感じたかったっていうことをすごく言われている。本当に天皇皇后のお二人ご夫妻は本当に素敵だったと思うんですよ。やっぱり、皇后様もね本当にやっぱりこうなんか優しいだけじゃなくてこう強くて美しくて自信にあふれている、もうそこがやっぱりすごく素敵だったし、このお二人がやっぱりこうとてもこう仲の良さっていうのもものすごく伝わってきたと思うんですね。でだからこそそのねラブ様っていう、その家族子供に会ってこう家族の姿っていうのを見たかった、そこに対してもう少し私たちが強く言ってもよかったなっていう後悔が見える感じです。はい、じゃあね今度は栄宮家というか、はい、ナマズと狐はいのこと見ていきますね。これでちょっといいかどうか、タロットさんに、はい、聞いてみます。はい、 OK です。じゃあ開いていきましょうね。はい、じゃあナマズとキツネに対しては、こちらがカップの9の正位置、このナマズたちはカップの9のリバース。もう本当にいらなかったんだね。はい、もうすごいすごいすごいはっきり言ってくれましたね。はい、そしてジャッジメント、もうはっきり言ってっていう、そういう感じ、はっきり言ってもうあなたたちは不要でしたっていうふうに言ってる。ああ本当に本当に本当にいらなかったんだね。はい、そして3枚目はワンドのキングのリバース、もうまずナマズいらないみたいな、あなたは何しに来たのみたいな。はい、はい、そしてじゃあここ中間意識、月、はい、今度はキーコのことが出てます。月、コミュニケーション取れないし何考えてるかわからないし、決して噂だけで判断されることはないとは思うんですけれども、やっぱりこの人たちがいるせいでこう空気がこうなんか落ちるというか、淀むというか、なんか気が良くないというかね、そういうのがすごくあって、雰囲気がすごくやっぱり良くなかったみたいです、この人たちの。はい、そしてカップの4リバース、
ああ、やっぱ地蔵、地蔵でいることを望んだのかなって思うんだけれども、少ししゃしゃり出てるような気もします。ちょっとこのカードどうかな。ああ、ソードのナイト正位置か。私が見る限り、まあこのキー子がね、こうしゃしゃり出てたような気がするんですよ。なんかない頭を使ってね。なんかやっぱりそれが余計に、なんかあなた自身、あなたが雰囲気を壊してるのわからないっていうことをお二人はすごく思ったのかな。このナマスに関しては、なんかこういるかいないかわからないような、そういうふうな感じで、いりませんでしたよって言ってるんだけど、キーコに関しては、なんか存在自体がなんかいらなかった、あなたがしゃしゃり出てくる場面ではない、そういうことを強く言っているような感じ。はい、そして深い意識。ワンドの6リバース。 ソードのキングリバース。 ね、貧乏カードが出ましたね。コインの5リバース。かなりやっぱりすごく辛口なんですけど、すごく辛口なんですけど、その今回ね、まあ、このね、ナマス、そしてキー子、やっぱり、まあ、この2人っていうのが、この負け戦っていうカードが出てるので、やっぱりこうあなたたちがこういない方がやっぱり雰囲気明るくなったのになって、そしてこうあなたたち2人が来るせいで、どれだけこう金銭的なものだけじゃないんだけれども、損失があったか分かりますかみたいな そういうことをね言っています。実際に、まあ、経済的、金銭的な問題だけじゃなくって、やっぱりこう、この場をこう作るにあたり、皆さんがスケジュールを合わせて、ようやくこう会えた席、作られた素敵な席なのにもかかわらず、この人たちが、やっぱりこう、なんか無駄金を使っただけじゃなくて、無駄な時間を作らせた、無駄な時間、無駄なお金をあなたたちが作らせたんですよっていうことを、なんかすごく言ってるので、なんかご立腹っていう、怒っているっていうわけじゃなくて、こう現実を知った方がいいと思いますみたいな、そういうことを言われているような気がします。全くこうカラーが違うかな。この天皇皇后両陛下に対しては、本当にもうご家族、もうお三方で来てほしかった、でこちらはあなたたちが本当に邪魔でしたみたいな、もう本当に時間とお金の無駄でしたっていうことをものすごくはっきりと言われているような気がします。はい、これが本日のリーディングです。最後まで見ていただきましてありがとうございます。